皆さんこんにちは。今回は、何回作っても納得いかない料理、改善ポイントを教えて、といったトピックをまとめてみましたのでご紹介します。それでは早速ご覧ください。皆さんは何回作っても、納得いかない料理ありますか？そんな料理をあげて、料理上手なガルミンから改善案をもらうトピックにしたいです。ポテトサラダ。まずくはないけど、お前はもっと上手くなれるはず。仕上げにお酢を入れたら美味しいよ。砂糖ひとつまみ。スキムミルク少し入れたら滑らかで美味しくなった。ヨーグルトを入れると滑らかになるし、マヨネーズを減らせるよ。焦げ目がかなりつくまで炒めた玉ねぎもおすすめ。コクが出る。熱々のジャガイモに酢と少しの砂糖で下味&保湿。これだけでぐんと美味しくなるはず。練乳入れたら美味しかった。あとはマヨネーズをカロリー気にせず入れる。ハムと粒マスタード入れるとデリっぽくて美味しいよ。生クリーム、粉チーズ、蜂蜜入れると美味しいよ。ツイッターで見た。ハンバーグ。なんか私が作ると崩れるのよ。全部こね終わった後に冷蔵庫で休ませるといいよ。そしたら成形しやすくなる。多分よくまとまってないから崩れるんだよ。種は手に油を塗ってから成形した後に、冷蔵庫で冷やすといいよ。卵、片栗粉、パン粉入れてる。玉ねぎ多すぎても崩れやすい。形成した後、小麦粉を両面につけてから焼いてみて。表面がコーティングされて崩れにくくなるよ。それで肉汁も中に閉じ込めるから、食べる時に崩すと、じゅわーと出てきて最高。私はなんかパサパサになる。茶色いモクモクが出る前に加熱をやめなきゃらしいんだけど、ひき肉の加熱不足が怖くていつもモクモクが出ちゃう？両面に焼き色をつけたら、ハンバーグの半分の高さくらいまでお湯を入れて蒸し焼きにしてみて。必ず火が通っているしパサつかないよ。パサパサなら3回に分けてこねるといいよ。まずは砂糖、肉1キロに大さじ1弱くらい、と塩を入れてこねる。卵を入れて全体が滑らかになるまでこねる。残りの材料を入れてこねる。加熱不足が心配ならレンジ。肉汁が出ちゃったらソースに使えばいい。豚肉オンリーで作る方が美味しい。私だけかも。コロッケ。味薄くて、作るの面倒だしお蔵入りになった。下味つけてる？結構濃いめくらいがちょうどいいよ。野菜炒めるときに、醤油やウスター、みりんで味付けしてるよ。甘めが美味しい。卵焼き。味付けは好みがあるから言えないけど、水溶き片栗粉を少量混ぜて焼くと綺麗に焼けるよ。その時は火はあまり強くしない。カルボナーラ。食品サンプルみたいに全部がくっついてしまう。一応食べるけど胃が重くなる。多分火の通しすぎだし、乳化させてないからくっつくし、胃もたれするんだと思う。生クリーム、卵黄、粉チーズ、塩コショウ、コンソメをボウルに入れて混ぜソースを作る。フライパンでベーコンとニンニク、野菜だけ炒めておく。茹だったパスタをフライパンに入れて混ぜる。火を止めて、フライパンの中身をボウルに入れてソースに絡めるようにしたら、全くくっつかなくなったよ。うちはここ最近この写真のようなチーズソース入りのチーズフォンデュのやつ買ってきて、ここに茹でたパスタ入れて、牛乳と卵黄入れて作ってる。すごく濃厚で美味しいよ。パスタは店のように仕上がらないよね。一回の調理量が多くない？案外少ない量で作るとお店みたいにできるよ。あと、塩気は思い切って入れないとお店のような味にはならない。茹でるとき、結構ドバッと塩を入れて茹でるといいとイタリア人がインスタグラムで言ってたけど、かなり多かった。あと壁に投げつけて、ピタッとくっつくレベルに茹でろと。もう投げる時点で私には難しい。ソースとパスタを和えるときに、パスタの茹で汁を足しながら味を整える。パスタの茹で汁には塩をちゃんと効かせる。茹でるときにオリーブオイルを入れる。シフォンケーキかな。焼き上がりはいい感じなのに、逆さまして冷ますとすごいしぼんじゃう。でも冷ますってどのレシピにも書いてあるし。水分が多いのかメレンゲの立て方が甘いのかも。それはメレンゲかな。あとは勝手に砂糖やオイルを減らしてるとか。メレンゲもっと硬くすればしぼまないよ。しぼむならメレンゲだと思う。かなり固めにやればしぼまないよ。私は型から外すときも手で押し込んで剥がすタイプだけど、それでギューッと押してもまた膨らむぐらいにはなる。フレンチトースト。私が作ると味がない。実際味見もできないし。味見できなくはないよね。思っているより砂糖を多めにした方が美味しい。生卵と牛乳だから味見できるんじゃない？でも、
味見しなくても焼くときにパンの表面にグラニュー糖をたっぷりかけて焼くと、グラニュー糖がカラメルっぽくなって美味しいよ。私は味が足りなかったらホットケーキシロップかけて食べるよ。甘めに味付けして卵液に一晩浸して焼くといいよ。ニューオータニのシェフのレシピがそうだった。味見できるよ。卵液舐めてみればいいじゃん。卵液がフレンチトーストの味にまんま投影させるよ。ほんの少しだけ塩を入れると味が締まるよ。オムライス。卵むずい。卵には片栗粉を入れると破れにくいですよ。卵1個、牛乳大さじ1、片栗粉小さじ1、混ぜて焼いてみなされ。上手にできますよ。オムライスはよく強火でってやってるけど、素人は弱火でずっとかき混ぜながら焼くと美味しく焼ける。塊出した頃にチキンライスを投入して、横向きに転がして焼き上げるとうまくいく。やってみて。卵は多めに。卵は何とでもいいんだけど、ケチャップライスとかチキンライスの味が決まらない。あれってケチャップ多めがいいの？コンソメ入れた方がいいのかな？うちはコンソメ入れてるよ。旨味増すと思う。あと最後にバターでコクを出す。好みだと思うけど、ケチャップ多めだと酸が強い味で粘りも出るから、卵の上にかけるケチャップは少なめでいいと思う。コンソメ多めなら炊くとき入れた方が味がなんとなくまとまる気がする。ケチャップをご飯にかけて炒めるんじゃなくて、フライパンの端で焦がす手前くらいに煮詰めてからご飯と炒めると味が決まるよ。私は禁じ手だと思うけど、安いパスタ用のナポリタンソースを使ってる。手っ取り早く味が決まる。YouTube で見た、ホットケーキミックスで炊飯器で作るバナナはアップルケーキ。レシピ通り作ってもいつもべちゃべちゃでカチカチ。どうすりゃいいの？そもそも炊飯器自体がケーキに対応してる？作れますよ。って歌ってる炊飯器じゃないと美味しくできないよ。バナナとかアップル入れない状態で作ってみて成功するか試した方がいいかも。うちも何も入れないなら大丈夫だったけど、バナナ入れたらべちゃってなった時あったよ。親子丼。今日の夕飯に作ったけど卵と鶏肉のバランスが悪いというか。卵、鶏肉、玉ねぎ、汁の黄金比を知りたい。鶏三和の親子丼のタレを使うようにしたら、玉ねぎ、鶏適当でも失敗しなくなりました。汁の味のパワーすごいと思った。Amazon とかで買えます。お店でも買える。時々スーパーにも売ってます。調味料しっかり煮切ってる？煮切りみりんにして調理する。一人分ずつ加熱する。卵を入れるタイミングで火を切る。これらのこと気をつけてみて。もうやってるかもだけど。白だしをベースに使って、みりんや醤油を足すとうまくいく。唐揚げ。全然美味しくない。粉っぽい。ああ、私も。私は粉吹いたザクザクのやつが好きなんだけど、べちゃってなる。いろんなやり方で試して作ったけど、私も毎回べちゃっとなる。高温で揚げても二度揚げしてもべちゃ、時には科学的に料理をするってやり方で油に火をつける前から入れる方法でもべちゃ。失歴20年だけど、もう唐揚げは作らないことにした。もう諦めて市販の粉に頼ってるよ。伝説の唐揚げ粉がうまく上がる気がする。手バラ浅漬けの素につけて汁気を切って二度揚げする。これが一番失敗ない。一度だと後から水分出てきてべちゃっとするから面倒でも二度揚げすればお店の味になるよ。試してみて。実家が町中華やってるけど、米粉とコーンスターチ使うこと。粉をつけた後霧吹きを軽く吹きつけて肉と密着させること。この二つをやったらカリッカリになるよ。唐揚げ揚げる時に皮で肉を包むように整えてあげると、サクッとジューシーに揚がる。酒と醤油でも煮込む時卵白を入れて、片栗粉を揚げる直前にまぶしてあげるとサクサクになるよ。私は生姜ニンニク醤油で味付けして、30分くらいしたら、片栗粉と小麦粉ごたいを混ぜた粉しっかりつけると、そこまでべちゃともならずカリッと揚がります。もしかしたら鍋に肉を大量に入れすぎて油の温度が下がっちゃってるのかもしれませんよ。醤油、ニンニク、生姜で30分以上つける。そこに小麦粉入れる。揚げる。軽く揚がったら一旦網に乗っけて1分後にもう一回揚げる。店の味にはなる。料理酒、塩コショウ、醤油、生姜、ニンニク、鶏ももを使う。片栗粉を多めにまぶして180度で揚げる。唐揚げというより竜田揚げかな。これで失敗したことない。餃子。なんだか一味足らない。お醤油の代わりに味噌入れるとコクが出て美味しいよ。ニラネギ生姜などの香味料は思ってる量の倍。具に少しオイスターソース入れると深み出るかも。
からスープと砂糖とラードでお店の味よ。わかる。私もいろいろ試してるんだけど何か足りない。個人的にはキャベツよりも白菜で作った方がコクが出る気がする。マツコの知らない世界で紹介されてたレシピで、白菜でなく白菜の漬物で作ったら美味しかったよ。ひき肉だけにしっかり味付ける。醤油、味噌、酒、砂糖、生姜、ニンニク、胡椒、片栗粉。その後で野菜と混ぜると美味しい。キャベツを塩もみする。ひき肉にも塩胡椒で味をしっかりつける。砂糖も入れると深みが出る気がする。そうそう。みんなの言ってる、肉に味をつける、タンパク質に味をつける、味噌を入れる、でようやく納得できる餃子になってきた。ちゃんと塩もみして野菜の水気を切ると、餃子の美味しさ違いすぎてびっくりした。チャーハン。中華屋のチャーハンみたいな味にしたいけどできない。味付けがわからないし、いつもベタベタチャーハンじゃなくて西洋のピラフになる。中火でゆっくり仕上げてみては。ちょっとめんどいけど、焼き豚を作ってその煮汁とご飯、ネギ、卵、塩コショウでお店レベルになって美味しくて嬉しかった。でも中華鍋ないしパラパラにはならない。焼き豚は次の日ラーメンに乗せてもいいし、手作りのが安くて美味しいからおすすめ。植物油じゃなくてラード使うだけでもかなり良くなると思います。簡単にパラパラになりやすいし、コクも出る。中華鍋でラード使って、味付けは塩と味の素と鍋肌に醤油かけるくらいで店の味になるよ。中華鍋を振るうのが難しいけど。チー油、鶏ガラスープの素、胡椒、味の素少々、醤油少々、でかなり美味しくできるようになりました。具材は、卵、ネギ、焼き豚です。白ネギの青い部分をたくさんの油で炒めて、ネギ油を作る。その油を使ってチャーハン作ったら風味が良くなるよ。明太子プラス卵プラスネギプラス中華だし、シーチキンプラス卵プラスネギプラス中華だし、ハムプラス卵プラスネギプラスレタスを青菜のみじん切りプラス中華だし、これで美味しくて自分は満足するチャーハンになる。卵は最初に炒めるバージョンも好きだし、ご飯を豆乳後絡めるバージョンも好き。私は諦めて冷凍チャーハン買うようにした。私も諦めてお店でしか食べないことにした。一度に作る量多すぎ、具も入れすぎなのがいけないんだけど一人前ずつなんて作っていられない。冷凍チャーハン買い置きすればよいのか。天ぷら。なんかサクッとしない？マヨネーズを入れるとカリッとするよ。それ、卵じゃなくマヨネーズ入れたらカリッとするよね。昭和の黄金天ぷら粉使えばサックサクよ。私は日清の天ぷら粉派。粉を若干薄めに溶くとカラリと上がるよ。家の天ぷらはそれはそれで美味しいけど、お店のは別物と思ってる。寿司や天ぷらは職人技と思う。経験談なので試してたらごめんなさい。私の場合、油の温度が低すぎました。自分なりの高温と思ってる油の温度を測ってみたら150度とかでした。自分が思ってるのとかなりズレがあったので、測ったことなかったら料理用の温度計買ってみてください。ネットで見たけど、少し炭酸の抜けた炭酸水を水の代わりに入れるといいらしい。実際にたくさんの裏技、例、炭酸水の他に衣に氷水を入れる、衣と卵白を混ぜるなどを試してみた人が、炭酸水を入れた時が一番サクサクしたとのこと。私は小麦粉と片栗粉を入れて、炭酸水で溶いてるよ。サクサクというかザックザック。口に刺さるレベルだよ。小麦粉を炭酸水で溶いてみて。カリッと上がるよ。小麦粉を冷蔵庫で保管して使う。そして揚げるとき高温の油で一気に揚げるといい感じですよ。野菜炒め。何度作ってもあんまり美味しくない。私は野菜を事前に2分ほどレンチンします。そしたらシャキシャキが残ります。ありがとうございます。やってみます。ちなみに、調味料は何を入れていますか？塩コショウ、鶏ガラの素です。野菜は炒める前に、油と塩を入れた茹で野菜1種類ずつ湯通しすると美味しくなるよ。調味料塩分入ると野菜から水分出ちゃうから、先に油で野菜炒めて矢印取り出す。肉炒めて矢印ここで調味料。最後に野菜戻して絡める程度にすると、水分出なくて美味しいと思う。肉炒めて濃いめに味付け、我が家は塩コショウと塩分ありの出汁パック矢印取り出す。野菜を炒めて炒め終わりちょい前で肉投入。火を消して混ぜて終わり。いかに野菜を塩分にさらす時間を減らすかがポイントかと。オイスターソース。ちょっと入れると美味しいよ。定食屋や町中華の野菜炒めってなんであんなに美味しいんだろう？
自分が似たような材料で作っても家の味から抜け出せない。あのでかい火力で短時間で野菜に火を通すからじゃない。ラード使ってるし火力が強い。火力も違うし野菜も油通ししている。鉄製の中華鍋とテフロン加工のフライパンでも差が出る。鉄製のフライパンや火力かな。余計な水分が飛ぶから旨味が逃げず、炒め物など仕上がりが水っぽくならない。私はかぼちゃの煮物です。何回作ってもまずくはないけど、少しえぐみがあるような気がします。ザラメ砂糖入れるといいよ。茶色い方のね。甘露飴のような、醤油と砂糖が原料の飴を入れて煮るといいです。お砂糖まぶして一晩置いてから煮るといいよ。私はかなりレシピ見たけど変わらなかったわ。砂糖に塩にいろいろ試したけど、結局かぼちゃ自体の出来による。今年は北海道産が多いから、美味しい煮物ができた。それハズレのかぼちゃじゃない？食あたり起こすやつ。かぼちゃ、メキシコ産は美味しくない。北海道産は砂糖が少なくても美味しい。それめっちゃわかる。だからメキシコ産の買わなくなった。水少なめで煮ると美味しいよ。かぼちゃに塩を振って、かぼちゃから出た水分と大さじ1の水で蓋をして煮るの。私は一度熱湯でさっと茹でてから煮ています。本で読んだレシピですが、青臭さが取れるし、熱も均等に入っていいですよ。しっとりしたかぼちゃの煮物が好きな方におすすめ。いいこと聞いた。青臭さが気になってた。お母さんが目分量で砂糖と醤油と酒しか入れずに作ったかぼちゃの煮物は、どうして美味しいんだろうね。母のは長年の勘。あとかぼちゃの煮物は、かぼちゃが美味しくないとダメなんだよね。煮魚が美味しくできない。レトルトとかの方がずっと美味しい。子供たちも給食の煮魚は美味しいけど、ママのは嫌だ、と気づいてしまった。下処理が悪いとか？あとは煮汁をよく煮立たせてますか？よく煮立ってから魚入れて、煮てる間も火を弱めすぎないように気をつけてみるといいですよ。味を染み込ませようと長く火にかけすぎるとパサパサになるから、火が通ったら放置して味を染み込ませる方がパサつかないかも。ですね、さっき火力弱めすぎないって書いたのもそのため。弱火でコトコトじゃなくて、結構強めで短時間で煮ちゃって、あとは冷ます間に染み込ませる。ありがとうございます。火力強めでやってみます。あんまり火力とか意識したことなかったので、ふっくら美味しい煮魚、作ってみたいです。ペペロンチーノ。水っぽくなったり、炒めすぎてニンニク塩焼きそばみたいになったり。まずあまりペペロンチーノをお店で食べないから、正解がわからない。お湯と塩のパーセントも正確じゃないというよね。その茹でた後のお湯を玉いっぱい入れて乳化させるって。一回お店かって思うくらい上手だった時は、ポトフで余った汁を使ったけどめちゃくちゃ美味しかった。最近はコンソメ入れてお湯をちゃんと切らないパスタをなるべく乳化させてるだけ。美味しさは塩やニンニクにもよるし、私は唐辛子は入れずに作ってる。飽きて途中でトマトペーストと上オリーブオイルとで馴染ませちゃうけど。オリーブオイルとニンニクと胡椒のパスタだと思って作るといいよ。オリーブオイルは思ったよりたくさん使う。わかる。私もペペロンチーノはめっちゃ難しいと思う。あとタラコスパゲッティがパサパサになる。難しいよね。タラコスパゲッティは、思い切りバター使わないとパサパサだよ。油分が足りないのかもしれないよ。トマトソース。自作だとあっさりしすぎてお店のようなコクが全然足りない。何を足せばいいのかな？トマト以外にトマトペースト入れてる？トマトペーストは入れてないです。ケチャップは味を見ながら足してみましたが、何か違うので悩んでいました。早速入れてみます。ありがとうございます。トマト缶一缶に対して砂糖大さじ1と深みを入れるにはアンチョビだと思う。多めの油に潰してみじん切りにしたニンニクを弱火でじっくり炒める。香りがしてきたら、細かく切ったアンチョビを入れてさらに炒め合わせる。ここでホールトマト缶を投入。トマトを潰して砂糖大さじ1入れて煮詰める。パスタ入れずに味をここで決めるならここで味見しながら塩加減を決める。砂糖でコクを出してアンチョビで魚介の深みを出すから最高に美味しい。詳しくありがとうございます。アンチョビは塩気がしっかりしてるので、量の目安を教えていただけると嬉しいです。重ねての質問すみません。いつも適当だけどトマト缶一缶につき大体4フィレくらいかな？という感じです。いつも目分量なのですみません。ありがとうございます。早速やってみます。グラタン。お店みたいにクリーミーにできなくて、汁気がなくなったりシャバシャバだったり。
薄力粉よりも強力粉の方がダマにならないし滑らかに仕上がるよ。米主さんはどうやって作ってるのかな？材料炒めてバター入れて溶けてきたら、小麦粉振り入れて炒めて、全体馴染んだら牛乳入れるじゃん。それで煮詰めるの。ここでいい感じのクリーミーさが出なかったら小麦粉足したり、硬すぎたら牛乳足して伸ばしたりすればいいんだよ。ちょうどいいクリーミーさが出たら、グラタン皿に出して焼くだけよ。麻婆豆腐の水切りがうまくいかないから、もう諦めて麻婆の素を使ってる。一人前なら二人前の袋入れてる。そしたら味が薄くならない。もったいないけどね。断然関東風派です。もしかして箱に書いてあるかもだけど、豆腐を切ったら一度茹でるのです。その後ザルにあげておく。豆腐を先に塩茹でしてね。私は豆腐をキッチンペーパーにくるんで、20秒くらいチンして水切りします。私は絹ごしで崩し麻婆豆腐作ってる。もともと木綿が好きじゃないのもあるけど、家族が好きなメニューにあげるくらい人気よ。我が家は厚揚げ豆腐で作ります。崩れ気にならないし、こっちの方が家族受けが良かった。天津飯。卵もあんもいつもうまくいかない。卵液に入れる具を最初に炒めてから卵液に入れて、菜箸でかき混ぜながらほどほどに焼く。あんはポン酢に砂糖入れて、水溶き片栗粉でとろみを薄めにつけたら失敗ないよ。味噌汁。毎日作ってるけどなんか薄い気がするんだよね。だしとか味噌とか調整してるつもりでもなんかしっくりこない。味噌汁に隠し醤油を入れる。ネットでたまたまレシピ見つけて、昨日初めてやってみたら味がしまって美味しくなったよ。サバの味噌に、いろんなレシピ通りにやってみたけど、なんか違う。美味しくない、優しい味にならない。味噌が違うのかな？だし入り丸米味噌じゃダメなのかな？と思うけど、みんなはどういう味噌使ってるの？麹味噌を使ってる。だし入りじゃダメだと思う。人工的なだしの味が勝っちゃう。とにかく油の乗ったまサバでやること。ないときは塩サバを塩抜きしてやるといい。パサパサのサバでやってもプロでも美味しくならない。あと味噌を2回に分け入れて煮ること。酢の物、味が決まらない。酢酢を使う。もしくは3倍酢買ってくる。お酢は思ったより砂糖を多く入れるといいよ。甘めの方が美味しい。あと、野菜の水気はよーく絞る。隠し味程度にちょびっとポン酢入れる。私は簡単酢使ってるよ。肉じゃが、何回やっても染み込まない。落とし蓋もしてるし、一回冷まして熱入れてってのやってるのに。肉じゃがは作りたてより次の日が味染み込んで美味しいよね。玉ねぎの量を多めに、先に炒めて柔らかくしてからじゃがいも、肉の味付けしてみて。甘みが出て美味しいよ。じゃがいもの種類を変えてみる。メイクインは固め、男爵は煮崩れしやすい。美味しいのは断然キタアカリ。肉じゃがは調味料意外と入れるよ。じゃがいも5個くらいに対して調味料どれくらい入れてる？醤油第3、みりん第2、砂糖第3、あと酒と、だし1パックと水目分量でくらいです。少ないですかね？少ないわ。水400に対して大さじ4ずつ。醤油、砂糖、みりん、酒入れてみて30分はぐつぐつ煮るよ。あとありがちなのが醤油をだし醤油使ってない？だし入ってる醤油は麺つゆみたいなもんだから味薄くなるよ。きちんとした醤油使ってたらごめん。米主です。減塩醤油使ってました。やっぱこれも味薄い原因ですよね。醤油と量見直します。ご指摘ありがとうございました。お好み焼き。上沼恵美子さんのレシピで作ってみたら生地が緩すぎてひっくり返せなかった。でも粉の袋のレシピだと生地が重すぎる。私は小さく焼く。生地が多いと重くなるよね。キャベツに生地がまとわりついてるぐらいな感じで作るといいよ。上沼恵美子さんのレシピ、YouTube のやつ作ったことあるよ。あれ、ひっくり返せないから、自分で工夫してる。あのレシピ、卵2つ加えて軽く混ぜて焼くんだったと思うけど、私は卵の白身だけを2つ先に入れてしっかりよく混ぜて、その後に黄身を2つ入れて軽くだけ混ぜて焼いてるよ。ふわふわになって美味しい。ゴーヤチャンプルー。ご近所さんからゴーヤをもらった時料理本見ながら何度か作ったけど、実際外で食べたことが一度もないのでこれでいいのかわからない。苦くてあまり美味しくない。苦いのなら塩もみして水にさらしてから使うか、一度茹でてから炒めるといいかも。でも苦いのが美味しいんだけどね。半割りして綿取って、薄めに切ったら面倒だけど1分くらい1回塩茹でにすると、アク抜き苦味取りになるよ。
味付けは佃煮くらいの甘辛さ加減で炒め煮にします。最後に鰹節たっぷり絡ませて、甘辛、ほろ苦の美味しいゴーヤの佃煮ができます。あと、ピーマンとかほろ苦系の野菜好きな人じゃないと好きじゃないかも。私はほろ苦が大好きなのでゴーヤ美味しいです。チャンプルーじゃなくて悪いけど、ゴーヤは天ぷらにしたらめちゃくちゃ美味しい。天ぷら美味しいんですか？ピーマンやパセリの天ぷら大好きなのでゴーヤも天ぷらなら美味しく食べられそうです。ありがとう。マカロニサラダ。お惣菜みたいなトロッとしたのが食べたい。マヨネーズではないし、牛乳やヨーグルトもやってみたけど、シャバシャバになるかマカロニが水分吸ってもサッとなる。茹でたマカロニに、多めにオリーブオイルをまとわせてから作るとトロッとするよ。かき揚げ。お店のようにサクッとならない。溶いた粉に氷を入れる。炭酸水で粉を溶く。粉はよく混ぜない。ボウルに入れた材料に粉のままの天ぷら粉うっすら絡めてから、そこに、薄めに溶いた天ぷら粉を本当にやっと行き渡るくらい加えてあげてる。厚揚げの煮物。味が染みないんだよね。厚揚げを一度茹でるといいって聞いたからやってみたけど、いまいちだったな。厚揚げは湯通ししたらキッチンペーパーでよく水気を取ってから作るとしみしみになる。あと煮物の基本は一度冷ましてからまた煮る。私のおすすめは魚の煮付けの後の煮汁に、長ネギと厚揚げとわかめでもう一品をよく作ってる。あとはあんかけ風にとろみをつけちゃうといいかも。豚の角煮。冬場に作るけど納得できた年がない。一緒。中まで味が染みなかったり、外側が硬くなったり、理想は中まで味染み、力なしで箸ですっと切れるやつ。下処理をきちんとして弱火で3時間煮るか、30分煮て粗熱取れるまで休ませてって工程を3回やるかしたら、トロトロになるよ。全部自分が作った料理って美味しく感じれない。人の作った料理ってなんであんなに美味しいのか。味が想像できるんだよね。作ってもらった料理は、何でも美味しく感じる。わかる。旦那や子供は美味しいって言いながら食べてくれることまあまああるけど、自分はいつも何かが違うって思ってる。以上となります。動画で出てきた料理の改善案のプラスアルファがありましたら、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。今後も有益なトピックを中心に紹介していきますので、よかったらチャンネル登録・高評価お願いします。この度は最後までご視聴ありがとうございました。